リンディラナ・イングランドは、アメリカ陸軍の元予備役軍人。イラク戦争の発生に伴い、第372憲兵中隊に配属された。イラク占領任務中に発生した、バグダッドのアブグレーブ刑務所における、イラク人捕虜虐待に関連して、アメリカ陸軍の軍事裁判において、有罪判決を受けた軍人のうちの一人。2003年イラク在留中、イングランドは、 第372憲兵中隊で技術兵として従軍。この際、他の軍人と共に、イラク人捕虜に性的、肉体的、精神的虐待を負わせたことを、後の軍法会議にて認めている。2005年1月、捕虜虐待及び暴行の罪で高等軍法会議に起訴された。正式な起訴状は、拷問という言葉を記載しなかったものの、多くの関係者は、彼女の行為を、 拷問と述べている。2005年4月30日、イングランドは虐待罪の罪状を認めた。司法取引が連邦判事によって受け入れられた場合、最高刑は16年から11年まで現在されたのだが、成立しなかった。これが成立していれば、彼女は捕虜虐待の4つの素因凶暴の2つの素因及び 職務怠慢の一つの素因を有罪答弁することと引き換えに検察は他の二つの告訴を不起訴とするはずだった。2005年5月4日、イングランド上等兵はその当時自身の行為が違法との認識がなかったことを示唆したチャールズ・グレーナー5長からの新たな証言により軍事裁判官であるジェームズ・ペール大佐はイングランドの司法取引を拒否した。この証言が 2005年5月2日に行われたイングランドの有罪答弁における自身の供述と相反したためであった。2005年9月26日、共謀の一つの素因捕虜虐待の四つの素因及び歪説行為の一つの素因の罪により有罪判決を受けた。もう一つの共謀の素因は問われなかった。金庫3年と不名誉除退が宣告された。 2005年9月27日、イングランドが犯した捕虜への暴行や虐待に対する謝罪ではないが、彼女は写真への登場に対して謝罪した。判決確定後は、刑務所に収容され、厨房で働いていた。2008年9月28日、満期出所死女体。2009年7月には自助伝、トーチャード、リンディー・イングランド。 アブグレーブザ・フォートグラフス・ザット・ショック・ド・ザ・ワールドを出版。アメリカ合衆国ケンタッキー州、アッシュランド生まれ、鉄道院の父親を持つ。2歳の時、ウエストバージニア州フォート・アシュビーに引っ越し、ここで成長する。学校では、コンバットブーツと、迷彩服を着ていることで有名だった。ミネラル群ショートギャップの近くにある、フランクフォート高等学校在学中の2001年。 カンバーランドの陸軍予備軍に参加する。理由は、ウエストバージニア州、ハーディ軍、ムーアフィールドにある、鶏肉処理工場での夜間の仕事から逃避するため、並びに、気象予報士になるために、大学へ行く資金を貯めるためであった。彼女は、アメリカ学校農業クラブ連盟の一員でもあった。2001年に高校を卒業。その後、スーパーマーケット以外の、 レジ係として働き、2002年に同じ職場の男性と結婚したが、その後離婚。2003年にイラクへ出生した。予備役兵の同僚であるチャールズ・グレーナート婚約。2004年10月11日21時25分、ホートブラックにあるウーマックリ区軍医療センターにて、男女を首相している。アブグレーブ刑務所におけるイラク人戦争捕虜の虐待で起訴された。 彼女は2003年に刑務所で撮られたいくつかの写真に登場する。著名なものはフードをかぶせられた若い男の囚人の世紀を笑顔で指差しているものである。また、チャールズ・グレーナーと写真に登場し、裸の捕虜の後ろで親指を立てているものもある。当初彼女は統一軍自司法法典に基づき、19の個々の違反行為について起訴された。 2004年2月の時点で違反行為が10点となる。2005年4月30日、彼女はにこれらの7の罪を認めた。それはであった。残りの罪状は取り下げられた。取り下げられたものに以下のようなものがある。裁判官が司法取引を受け入れた場合、イングランドは最大11年の禁錮と不名誉除退の判決を受けることになっていた。 イングランドが正式に起訴される直前、彼女は妊娠し、2004年5月4日に、ノースカロライナ州、フェーエッドビル、フォートブラックにある軍事施設に移送された。2003年のアブグレイブ刑務所における、捕虜虐待することへの凶暴からなる2つの蘇因、職務怠慢からなる1つの蘇因、暴行及び虐待からなる4つの蘇因、わいせつ行為からなる2つの蘇因でイングランドは、 起訴された。彼女はもともと最大38年の禁庫をもたらすこととなる19の基礎素因がかけられていたが、軍事裁判所は2005年2月に容疑を減少させた。この減少について、どのような説明もされなかった。2005年5月におけるイングランドの裁判時で、イングランドの司法取引における有罪答弁を不承認することを根拠として、軍事裁判官、 ジェームズ・ペール大佐は無効心理を宣言した。捕虜の首に紐を巻いた時も、また、イングランドに写真の中で一緒にポーズするように頼んだ時も、自分自身は適法な正当な武力行使を記録しているものと考えていたと、チャールズ・グレーナーが証言した。その後に、司法取引におけるグレーナーと共謀し捕虜を虐待したことによる、共謀の告発でのイングランドの有罪答弁を、 ペールは承服することができなかったためであった。2005年9月26日、最新において、凶暴の一つの素因捕虜虐待の四つの素因及び歪説行為の一つの素因の罪により、イングランドは有罪判決を受けた。もう一つの凶暴の素因は問われなかった。2005年9月27日、不名誉除退に加え、禁錮3年が宣告された。 検察側は4から6年の禁庫を休刑し、弁護側は禁庫されるべきでないと嘆願した。この虐待における主犯とされるグレーナーは、前年1 0年の禁庫が言い渡されている。4人の兵卒と2人の下級軍情報員が、この事件で司法取引を行っている。彼らの判決は0年から8年6ヶ月までとたきに及ぶ。数個の行政処分を受けたものの、幹部職は、 裁判にかけられなかった。報道によれば、2004年5月11日の CBS 系列のテレビ局、KCNCTV のインタビューにて、上層部から、心理作戦として、虐待行為を行い、それをし続けなければならないと強争されたとの内容を、イングランドは述べた。ある指揮官から、そこに立って、親指を立てて、笑って、などと指示された時は気味悪く思ったと、 言及している。しかしながら、イングランドはそれを日常茶半時のことを行ったと感じた。弁護側は、当初、上官の指示に従った行為であることを根拠に、現在を要求した。司法取引における有罪答弁に際して、弁護側は、従来の主張を撤回したが、これが無効審議となり、裁判は継続した。アブグレーブに関連して、 軍法会議にかけられた者の弁護側は、イングランドと同様の主張をしている。アブグレーブと似たケースである、グアンタナモ米軍基地における囚人虐待においても、軍法会議にかけられた者の弁護側は、倫理と同様の主張をしている。捕虜虐待は、軍の方針や、軍上層部、軍、国家の問題であり、露見した虐待の下級関係者のみ裁かれるのは、 おかしいとの指摘がされている。国連合問禁止委員会は、アブグレーブやガンタナモの虐待に関連して、アメリカ合衆国に勧告を出した。アメリカの電子新聞、ザ・デイリーは、イングランドのインタビューを掲載し、彼らは無実ではない。我々を殺そうとしたのであり、謝罪は敵に謝るようなものだと語り罪悪感はないと述べたと報じた。 検察がいくつかの控訴提起を取り下げる代わりに被告人の目標権を奪うという制度を司法取引という。司法取引が成立し判事がそれを認めればその罪状で審議なしに決心する。司法取引における有罪答弁とは被告がその罪状を認める際に行う答弁のこと。この後に司法取引が判事によって認否される。イングランドの場合。 有罪答弁を行ったが、軍事裁判官は、司法取引を認めず、再審となった。アブグレーブ虐待の上等兵に誤信宣言に、ジェームズ・ペールが、このような判断を下した論拠が書かれている。収容者虐待、罪悪感らしいコール元米兵、謝罪は敵に謝るようなもの。時事通信。 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c g コール int 30アン k コール2 120億3 200万193 2012年3月21日閲覧ありがとうございます